皆さん、会議、本当にお疲れ様でした。この会議では27人の同志が発言をしました、えー。幹部会の報告を正面から受け止めた、真剣で充実した討論が行われたと思います。多くの同志の発言聞いておりまして、えー、ただ単に決意を語るだけではなくて、 自らの姿勢自らの活動の弱点への自己分析を率直に加えながら決意を語ったことは大変重要だったと思います全国での視聴は党内通信の視聴者数で7194人当ホームページ YouTube の接続数で1万 286人でリアルタイム視聴の合計は17,380人となりました録画の視聴は15時現在で12,000回となっております都道府県委員長の会議の視聴、えー、の規模としてはかなり大きなものとなっており全党の注目と決意が ここにも示されているのではないかと思います全国から226通の感想文が寄せられておりますが全体として極めて積極的に幹部会報告を受け止めていますでこの会議は特別機関の目標を総当発する展望が見え決意が固まった会議となったと思います皆さん会議の成果を活かして 特別機関を必ず成功させせようではありませんか昨日2日の幹部会の決定は統一地方選挙勝利はもとより強く大きな党づくりという大事業を前進させる上で中央委員会総会の決定に準ずる非常に重要な決定となりましたこの決定を全党のものにする上で 2つの面をつかんだ奮闘が重要であります。第一は、特別機関にどういう基本姿勢で臨むかということについて、党機関の徹底した議論によって腹をくくるということであります。第二は、特別機関がどうすれば飛躍ができるか。 ということについて、悩みやぶつかっている困難を率直に出し合いながら、打開の展望をつかむということであります。腹をくくる、展望をつかむ、両面での努力は重要だと思います。そのことは討論でも深められたと思って聞きました。 まず第1のどういう基本姿勢で臨むかについて、幹部会報告では、六中層決定を踏まえて、党作りの遅れの抜本的打開という角度、統一地方選挙勝利前進という角度、この2つの角度から明らかにしました。その中で 第28回党大会自費で130%の党を作るという目標を2024年1月の第29回党大会までに必ず達成しようその第一歩として特別機関の目標を必ずやり抜こうという幹部会の決定を訴えたわけでありますがこれについては それを深く受け止める発言がたくさん出されましたこれは特別機関の意義を党づくりのより大きな展望の中に位続け大きくこのバージョンアップしたものであって大変重要な決定であります全国から寄せられた感想の中でこの定起を このよううに受け止めたという感想があります特別機関の意義が28大会の党建設目標を29大会までにやり上げる第一歩として位置づけられその力で統一地方選挙で前進を勝ち取り新たな党躍進の流れを作っていくという大きな流れの中で掴めてワクワクした今回の提起でワクワクして受け止めた。 とロマンを持って受け止めたこういう受け止めが寄せられておりますが大大変大事な受け止めだと思います同時に130%の党を作ろうという提起に対して討論の中で多くの同志がハッとしたこの目標を横に置いていたと率直な反省を込めて語ったことは重要であります。 そうした反省を込め積極的に受け止めぜひとも挑戦していきたいという決意がたくさん語られました実はこの提起は私たち中央としても反省を込めて提起したものです8月初めの6中総で次期党大会の時期の延期を決定した段階で この百三十パーセントの党の目標をいつまでにやるのかは。私は中央として真剣に検討してしかるべきだったと。考えております。そういう真剣な検討が八月初めの段階で。やったとは言えませんでした。六中総では第二決議に基づく活動をやろう。あれだけ強調しながら。第二決議が掲げたその肝心の。 130%という目標については、私自身も横に置いていた、ここには目標は決めるが、責任を負わない、責任を負いきらないという惰性が、私自身の中にもありました、それでは大会決定への責任を果たすことにはならない、そうした議論を常任幹部会でも突っ込んで行ない。 昨日の幹部会でも行いいこのの方針を決定したというのが経過でありますですからこの130%の党を作ろうという方針をですねそれぞれの党機関で徹底的に討論してほしいんです目標は決めるが責任を負わないということではこの現状を打開できません本当にやるのか本当にやれるのか 一体どうやるのか時間をかけてでも何度でも議論をして本当に腹をくくるまで議論をして実践するそいいことと心から訴えたいと思います 2> 第二に特別機関をどうすれば飛躍が勝ち取れるかについて幹部会報告では飛躍のための3つの鍵を提起しました。 記念公演を政治的推進力として生かし抜く思い切って広い人々に働きかけて第一課題、統政府課題での飛躍を作る第一課題と第二、第三課題を一体的に推進するこの3つの鍵の内容は私たちが頭の中で考え出したものではありません。全国の皆さんが、 苦労して作り上げた優れた経験に学び寄せられた悩みや困難に答えるという見地でまとめたものでありますですからこの内容を討論し具体化する際にもこの優れた経験をお互いに出し合って学び合うとともにぶつかってる悩みや困難も率直に出し合ってそれをどうやって打開していったらいいのかを 納得のいいいいくまままで、で、そしし、ししててて展望がつかめるまで議論し具体化していってほしいと思います。全国から寄せられた感想からこうしたものがありました。今回の一つ一つの提起は現場の状況と噛み合っているよしやろうとこの報告を聞いた支部指導部が受け止めるだろうあとは具体的に足を踏み出せるよう背中を押す指導と援助が 現場で求められる具体的にあとはあの足を踏み出せるように背中を押す援助と指導これをやりきってですね、えー、この運動を、えー、全ての支部全ての党員の運動に広げていこうではありませんか討論の中では世代的継承について民政同盟の大奮闘が 討論の中で民政同盟の加盟の呼びかけの冒頭に日本共産党相談相手として活動するということが書いてあるこのことが若者に違和感なく逆に安心して受け止められ加盟してくる情勢の大きな変化を感じる。 こういうい発言もありました今、民生で起こっている大きな変化というのは、偶然のものじゃないと思います。その根本には、若者の中で起こっているる変化があると思います今の政治の下で生活は苦しい、未来が見えない、平和の問題の心配がある、ジェンダーの問題も、いろいろな悩みがある。 そうした若者のこの思い、そして日本共産党に対して偏見を持ってない、そういう状況、これは反映していると思うんですね、ですから、あのこの民生同盟の大奮闘、そういう状況の中で起こっている大奮闘として、成功させるために、みんなで力を合わせようということを重ねて訴えたいと思います。 同時に討論の中で60年代70年代に入党して今日まで頑張ってきた同志が立派な党を作って若い世代未来の世代にしっかり手渡そうという幹部会報告の定期に多くの同志たちから私たちの世代の責任を果たそうという発言が寄せられたことも大変重要でありました。 全国からのやっぱりこういうこの世代がもう一働き大きな働きをしてで責任を果たし未来につないでいこうという決意がたくさん語られているのは本当に心強いことでありますそして討論の中で真ん中世代の県庁からこの提起は自分たちの世代にとっても涙が出るほど 嬉しい定義だっただからそういうふうに先輩たちが頑張るんだったら自分たちも負けないで頑張りたいこういう発言があったのも頼もしいことでした若い世代の大奮闘そして我々の世代の大奮闘真ん中世代も負けずに頑張る日本共産党は世代間で対立のある他の党とは違います世代間で互いに敬意を持ち 激励試合力を合わせて世代的継承の事業をやり抜こうではありませんか会議の成功の成否は実践で試されます11月12月国政選挙を1回戦う特別の臨戦体制を取ってこの方針を必ずやり抜くことを重ねて訴えます 11月12月を統一地方選挙勝利に道を開き第29回党大会成功に道を開き我が党の党勢を交代から抜本的前進へと転じた時期として党首に残るような大奮闘しようじゃありませんか討論でも感想でも今求められる不正とは何かという幹部会報告の定期に 心を打たれたたたたれこのので頑張りたいたくさんの感想を寄せられました戦前のような弾圧や迫害によって命を落とすそういう状況ではないけれども違った困難のもとで今最も求められる不正とは強く大きな塔を作るための長期にわたる粘り強い努力の中にこそある求められる。 お互いいいにに胸に刻んで頑張りたいと思いますそして討論の中で出された一つの言葉これを私は最後に引いて結びにしたいと思います第7回党大会第6回諜委会総会1959年8月1日の決定で党を拡大強化するための全党の同志に送る手紙中の一節であります この手紙の中にはさまざまな印象的な訴えがありますけれどもこういう一説が紹介されました。我が党は50年代のさまざまな波乱と困難の中で数万の党という現状に事実上悪くなれて党の拡大の意識的計画的努力に欠ける状態を社し,しく続けてきた。 事実上数万の党に案ずるような一切の惰性を克服して前進しようではないか一切の惰性を克服して前進しようこの手紙のこの一文から60年代の前進が始まり70年代の躍進へとつながったのであります私たちも今一切の惰性を克服しようということを合言葉に頑張りたいと思うんです 長期にわたって残念ながら客観的情勢の困難もあったけれども当政の交代が続いてきました。で交代に慣れてしまう。交代しても痛みに感じない。目標を決めても責任を負いきらない。こういう一切の惰性を我々は今吹っ切って抜本的前進に転じようじゃありませんか。そういうい気構えで特別時間を、 必ず成功させること誓い合いましてまとめといたします共に頑張りましょう